こんにちは。7月22日です。昨日の朝のジョー・バイデン大統領選から撤退のニュースを受けて、昨日、今日と何人ものサイキックがこの後どうなるのかという動画を出しているようです。ずっとバイデン勝利と言ってきたサイキックたちは、この後どうするつもりなんでしょうね。まあ、その中で、まずはジョセフ・ティテルさんの昨日のライブをお役、要約して紹介します。 元動画へのリンクはディスクリプションに貼っておきます早速内容に行きます今日はマーク・ルビオが思い浮かびましたえっとちなみにルビオは共和党です以前瞑想していたときにカマラ・ハリスが部屋の片隅で悲しんで落ち込んでいるようなビジョンが見えましたそれはジョー・バイデンのことを悲しんでいるのではなく 彼女自身に何かが起きたからのようでした。3、4年前に彼女が先制しているビジョンが見えたとき、スピリットは短期間の一時的なものだと言っていました。今の時点ではカマラ・ハリスがバイデンの代わりに大統領候補になるようですが、まだ宣誓したわけではありません。救急車。 ホワイトハウスから誰かが単価で運ばれていくビジョンは、このことを象徴的に表していたのでしょうか。1年くらい前にホワイトハウスに激震が走るビ,ビジョンが見えましたが、今回のジョー・バイデン大統領選撤退がその激震だったとは思えません。スピリットはホワイトハウスでの激震はまだこれからやってくると言っています。 地震が起きるという意味ではなく、何か他のことでホワイトハウスが動揺するようです。前から言っているように、シカゴをはじめとして、大都市で恐怖を煽るような攻撃が起こります。その余地をしていた頃は、民主党大会が開かれる場所は知りませんでしたが、8月に民主党大会が開催されるのはシカゴです。 カマラが部屋の隅っこで落ち込んで悲嘆しているのは民主党大会の頃だと感じますもしかしたらカマラ・ハリスは副大統領候補で出馬させられてギャビン・ニューサムとかミシェル・オバマやヒラリー・クリントンを大統領候補に据えるのかもしれませんスピリットは8月だけでなく10月にも衝撃的な出来事が起きると言っています 民主党大会で決定されたことが10月にさらに変更されるのでしょう。これはニューサムでもミシェル・オバマでもクリントンでもない全く別の人になりそう。予期せぬ突然の衝撃的な出来事が起こります。民主党大会が開催されるのは8月19日です。彗星が逆 中で満月のエネルギーシフトのある日です民主党大会が終わるのは8月22日22はマスターナンバーで大きな出来事が起こりがちですチャネリングの余地で民主党大会の前後は爆破などがあると言っていたのを思い出してください ソロス財団の一味が何かを計画して全く関係ないイランやトランプ支援者などのせいにされるでしょう。先星術と数比術で見ていくと、まずカマラ・ハリスは天秤座です。天秤座は他の人に奉仕する星座です。数比術では彼女の今年の数字は2。来年は3で自分の幸せを探す年になります。バイデンの数字は3。 10月の誕生日を迎えて4になると大きく健康を損ないもしかしたら2024年のうちに亡くなるかそうでなければ2025年には亡くなりそうです8月のエネルギーも凄まじいので救急車と単価のビジョンが現実になるのは8月なのかもしれませんエネルギーは特に8月4日と5日にとても強くなります トランプの数字は1です。新しい始まり、将来手に入れたいものの予定を立てて新しいことを始めるときです。数字で見るとトランプには追い風の状態です。巷ではニューサムが大統領選に出るのではという噂があります。ニューサムも天秤座。エネルギーはトランプと同じ1です。彼が出馬するとトランプと互角に戦うことになるでしょう。しかしか 去年の10月か11月にスピリットが言っていたように、あっと驚くような意外な候補者が出てくるように思います。ヒラリー・クリントンは、さそり座、今は経済、金融で限りなく可能性のある8の年です、しかし、ヒラリーにも健康問題があり、これはパーキンソン病かも。10月の誕生日で9の年になるので、来年中に亡くなるのかもしれません。 2012年以降物事がが起きるスピードがとてても速くなっていますミシェル・オバマはヤギ座ヒラリーと同じ8の年で誕生日を迎えると9になります彼女が大統領選に出馬する可能性は全く見えません9の年になるとミシェルの結婚生活で問題が出てくるとスピリットが言っています JD バンスの今の数字は9です 8月2日の誕生日で1位になりこれまでのものを置いて新しい人生の幕開けになります世界中で重いエネルギー怒りのエネルギーが渦巻いていて10月11月までに何か大きな出来事があり大統領選が遅れるのが以前から見えています民主党大会の頃にはたくさんの真実が明るみに出ます 8月は7のエネルギー人々が信じているものがシフトする時です顧客のリーディングをしていて気づいたのですがどの人もおしなべて10月に健康問題を抱えるのが見えます顧客本人が病気になるというわけではなくその周辺での病気が見えています何らかの病気が発生するとスピリットが言っていたことを思い出します タロ,ットタロットカードでも見てみたところトランプのカードはフール愚者でしたフールのカードは冒険新しい始まりですこれまで何度かトランプをタロットで占った時に2枚目に必ず出てきたのがジャスティス正義のカードです正義公平とは別に不公平悪行いわれのない球団 偽物の友達という意味もありますそしてジャスティスのカードは8なのでこれからの8ヶ月間特に8月悪いビジネスパートナー不誠実な友達が明らかになることでしょう一方クリエイティブで責任感がありプロ意識の高い宗教的にもスピリチュアル的にも地に足のついた50代ぐらいの男性のエネルギーも感じます。この人が トランプを大統領選で助けることになるでしょうただこれは J.D. バンスではありませんスピリットは J.D. バンスは裏切り者と言っています数字が10の8月はあっという間に過ぎていきますトランプは少しスローダウンしないと8月軽い心臓発作を起こす可能性があります8月はトランプにとっては9の月です おしまい、何かを手放す数字なので要注意。助けるふりをして近寄ってくる人たちは、自分勝手な動機で近寄ってきます。彼の周りにいる人たちはとても悪い人たちです。10月には、車の事故なのか誰かが転ぶ、落ちるのか、彼の家族に事故、怪我というのが見えます。重いエネルギーの10月、健康に注意です。 次に出たのは女教皇のカードでしたこれは知恵知識教育そして教育システムの何かが変わる意味がありますさらに隠れた感情に目を向けるように注意するカードでもありますカマラハリスのカードも少しだけ引いてみたところ10月カマラも何らかの痛みと悲しみを感じるようです 家族のの誰かかが亡くなるのかもしれません11月は高いエネルギーの月で彼女にとって何かいいことが起きる時なのですがこれまで見えてきたビジョンでは11月は大規模なサイバーアタックがあり3日間から7日間ほど停電田舎の地域だともっと長い期間停電するようです。停電によって 大統領選が遅れるのかもしれませんがそれよりも何か壊滅的なことが発生すると感じますこれは異常気象天災に関連していると強く感じます太平洋側メキシコからアラスカまでの地震でハワイ日本フィリピンなどに津波が来るのとは別にインド洋で何かがあるように感じておりこれは8月か10月の可能性があります 銀行に人が並んでいるのが見えていたところ中国の銀行で実際に現金を下ろせない人の行列ができたようなので万が一のために現金を持っておいてください銀や金の塊を物々交換に使うことはできないでしょう33日から7日停電があったとしても大丈夫なように備えてくださいということでした以上です。神々ですすいまませんもうこれでおしまいにしに Stay safe, stay healthy.